Kojiro. ここか。に、兄ちゃん。え、あ、あ、進次郎。何よ、何してないよ。ここで働いとらんか。いや、びっくりしたな。もう久しぶりやな。何年ぶりよ。何年経つよ。なあ、ほんま久しぶりやな。まあ、座れ。いや、懐かしいな。どうよ。え、元気やったんかよ。なあ、おい、進次。いや、元気元気。兄ちゃんこそ元気やったんか。俺元気やわよ。いやー、ほんと懐かしいな。ここで新人出会うとはな。いやー、偶然偶然、たまたま旅行で来てよ。たまたまこの店入っただけなんよ。おー、すげえな。おー、いつからここで働いとらんよ。いや、いつからやったかな。去年か、去年かな。いや、聞かれても知らんけどよ。え、まあそうやわな、言ったことないもんな。俺もいろいろな店で修行しとったからよ。兄ちゃんミュージシャン目指しとったんじゃなかったんか。え、いや、最近料理に目覚めてよ。料理に目指すことにしたんよ。ほーん、料理か。驚いたろ。まあ知らんだもんな。だってお前全然連絡くれんからよ。連絡って、だって音信不通やにかよ。え、お、音信不通ってそういう行方不明みたいに言うなよ。いや、だって兄ちゃん家出したにかよ。え、うん、うん、そうやったな。ミュージシャン目指して家飛び出していったの。違うわよ。家の中で花火して火事起こして怒られて逃げていいにかよ。え、うん、うん、うん、そうやったな。お袋に殴られてな。親父やじゃん。え、うん、そうやったな。親父に殴られてな。そん時思ったんよ。絶対一流の料理人になって見返してやるってよ。お前最近料理に目覚めたっつったにかよ。え、うん、そうやった。間違い間違い。何も覚えてねえの。まあ元気そうやからいいけどよ。お父はまだ怒っとらんか。いや、もう怒ってないよ。お母は心配しとる。白エビかき餅、干し柿、らっきょう、ホタルイカ。し、お、白エビとかホタルイカとか言わんのか。おう、ここ富山料理出しとらんよ。え、これ食ってみよう。お、これはいとこに。うん、小豆いっぱい入ってうまそうやろ。おお、うまい。これも食え。ん、これは昆布締め。昆布のうまみが刺身に染みついとるんが。うん、うまい。ついにこれよ。ん、これは黒作り。イカの甘みとイカ墨の深いコクが絶妙やろが。うん、老化防止にもいいらしいな。これはどうよ。おお、マスの寿司。うん、まだあるぞ。おお、タラ汁乗ってきたな。これはどうよ。お、ブリ大根。まだあるぞ。お、白エビの天ぷらか。黒川のタケノコ、細切りのラッキョウ、そしてホタルイカの酢味噌和え。デザートは男のボドヤじゃ。おお、なんでもあるな。ひみうどんもあるぞ。名物だらけやな。うまい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 。でもお前見とったら昔思い出してきたじゃん。うまい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 。わーい、パパ、わーい、わーい、パパ。帰りたいな。帰りたいの。帰りたいな。本当に帰りたいにな。うん、よし、帰るぞ。え、俺本当は連れ戻しに来たんよ。何、偶然装って探り出してこいって言われたんよ。え、音も若いも怒っとるぞ。な、お前さっき許しとるって言ったにかよ。嘘やじゃ、絶対許さん言うとるわ。何、火事の弁償させる言うとったわ。そんな金ないわよ。ちゃんと来いわ。なんで俺ここにおるって分かったん。
んよ。本名で板前にきってブログ書いとんにか。しまったー。ちゃんと来いま。ちょ待てよ、俺修行中に。ってお前もう40やろが、いつまで修行しとらんよ。ちょ嫌やって。諦めれ。俺ほらまだ馬の木に降りてんにって。来いま。いややめてよ。俺帰りたくないよ。